介護士と保育士の夫婦デュオ、リズミカルガスの雑草男、どんどんパン!タカちゃんでございます。本日も虹色動画、張り切ってやっていきましょう。紫色草、みんなで介護予防、無理せず楽しく活性化。本日のテーマはですね、脳生き生き、認知症予防、使える指体操大全集ナンバー8、本日ドドッと6000、はい、やっていきましょう。今日もですね、脳細胞をどんどん増やしていって、脳に血流をわっと流し込んで脳活性化、若返らしていきましょう。認知症予防に効果的なポイント3つあります。まず基本にね、日々の生活を楽しく過ごしていく、これがざっくり言うとね、そうなんですけどもね、ポイント3つ。運動習慣、人との交流、そして笑顔。ね、この3つがね、この3つを押さえておけば、皆さんの脳はいつまでも若々しくいれます。はい、なのでね、地域の交流イベント、介護予防サロン、触れ合いサロン、生き生きサロンなんかのね、シニアの皆さんが交流する交流会なんかでね、ぜひともタカちゃんのスマイルアクティビティ使ってみてください。シニアの方々と一緒に、心も体も頭も、そして地域を活性化させていきましょう。今日も脳トレ、活性化、じゃんけん手拍子体操。はい、さあ本日もやっていきましょう。まずは大定番のじゃんけん手拍子体操でございます。グーチョキパーのじゃんけん指体操の間に手拍子をパンパンパンと挟んでいきます。はい、グーでセットでいきます。グーパンチョキパンパーパンバー。はい、少しテンポを早めていきます。はい、グーでセット、せーの、グーパンチョキパンパーパンパー。はい、さらにレベルアップ、グーチョキパーキツネさんをプラスしまーす。はい、グーでセット。せーの。グーパンチョキパンパーパンキツネパン。グーパンチョキパンパーパンキツネパン。はい、オッケーです。さあ、そしたら、これを最後、テンポアップして2回ぐらい繰り返して次の指体操行きましょうか。はい、グーでセット。じゃんけん手拍子体操。キツネさんプラスで行ってみよう。せーの、グーパンパーグーマジでマジで元へ。はい、いきます。グーパンチョキパンパーパンキツネパン。グーパンチョキパンパーパンキツネパン。はい、続いていこうと、いちご体操。はい、こちらも定番のいちご体操でございます。まず右手は一本1、左手パーで5、一、五、一、五です。はい、この、左右の指を、せーので入れ替えます。せーの、ファン、せーの、ぴゃん、せーの、ぴゃん、せーの、ぴゃん。はい、この、入れ替え、マルチタスク運動に、一、五、一、五の掛け声を合わせていきましょう。はい、まずは右手が一本、左手五本。いちごの掛け声とともに左右入れ替えていきます。いちご体操いってみよう。せーの、いちご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 。 OK、 さあ、おいしい秋姫あまおう、スカイベリーをとちおとめをズボ、おいしい。続いていってみよう。お兄さん体操。はい、どんどん定番をね、連発していきましょう。さあ、続いて右手が2、左手3本。2と3でお兄さん、兄さん、お兄さん、お兄さん。はい、このお兄さん、お兄さんの掛け声とともに左右を入れ替えていきます。ちょっとまず左右入れ替えだけちょっとやっておきましょうか。はい、2と3をチェンジします。せーの、チェンジ、せーの、チェンジ、せーの、チェンジ、せーの、チェンジ。はい、それではこのまま
お兄さんの掛け声とともに左右入れ替えます。お兄さん体操いってみよう。せーの、お兄さん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 、なに？お兄さんだよ。やばいやばい、もうね、46になりましたらね、もう、おっさんですよ。でも、お兄さんなんだ。ね。もう、今日からもう僕、自分でお兄さんって思う。ね。やっぱり気持ちが大事ですから。お兄さんだよ。さあ、そしたら、少しレベルアップ、いつもの間に手拍子入れてやってみましょうか。実はこのお兄さん体操、手拍子入れるだけで一気に難しくなりました。さっきちょっとやってみたんですけど、ちょっと難しなりすぎた。これ意外と難しいんですよ。これ2と3でしょ。手拍子の瞬間に5になってこうなって、また2と3入れ替えなあかんから、非常に難しかった。この間に課題を入れる感じでも割とスムーズにいくタイプもあるんですよ。でもこの2お兄さん体操に関してはね、ちょっとレベルが一気に2段階ぐらい上がりますよ、これ。はい、まずそしたら右が2で左3、間手拍子で整理します。せーの、チェンジ、せーの、チェンジ、せーの、チェンジ、え、せーの、チェンジ、せーの、チェンジ、せーの、チェンジ。やべえ。皆さんでいけてますか？ただじゃ、やばいやばいやばい。ここにお兄さんの掛け声入れたらまずいぞ。やってみましょう、とにかく。ね。やってみて、できない状態。頭が、いいとなる状態。それがそう、活性化。なんで、今日のお兄さん体操、手拍子バージョンは活性化しそうです。はい、右手が2で、左手3。間、手拍子を入れて、お兄さんの掛け声で入れ替えていきます。いきます。せーの、お兄さん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 、なんだい？お兄さんだよ。お兄さんはなんとかできたよ。どう？ニッコニコ体操。はい、さあ続いてはですね、同じマルチタスクの指体操なんですが、そのシリーズなんですが、表情を特にニッコニコ体操としてますから、ニッコニコ、人差し指を立てて、あん、甘噛み、ふいって引っこ抜いて、ニッコニコ、口角を上げて、ニッコニコ、ね。はい、この状態をキープしたままやっていきます。ニッコニコ、ニッコニコ、ニッコニコ。はい。さあ、そしたら右手が2、左手5、ニッコニコ、ニッコニコね。はい、これをまず、笑顔をキープしたまま、声は出さなくていいんで、せーので入れ替えます。せーの、チェンジ、せーの、チェンジ、表情を保ったまま、せーの、チェンジ、せーの、チェンジ。はい、表情をニッコニコのまま、このままニッコニコ、ニッコニコの掛け声で変えていきます。せーの、ニッコニコ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 。はい、OK ですね。はい。間手拍子もやっちゃいます？ね。はい。右手が2で、左手5。笑顔キープで。間手拍子、1回挟んで、ニッコニコ体操、行ってみよう。せーの、ニッカニカ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 、笑顔が一番。雑草体操。はい、タカちゃんの雑草ポーズね。雑草男タカちゃんのどんどんパーン。はい、このポーズスリーピース、これを使った指体操でございます。ね、タカちゃん、その雑草男が虹色の草、虹色草になる、このテーマにね、やっているわけなんですけども、この3本ね、意味あるんですよ。まずこの3本に関しては、まず僕のポリシーね、好きなことで生きていく、自己成長、社会貢献、この3つが僕の生きるテーマでございます。そしてどんどんパーン、こうなった時、虹色動画でございます。虹色動画、これはですね、音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然。そしてどんどんパーン、フフデュオ、リズミカルガス。これで、色づいていって、雑草男が虹色草になるという、
こういうメインテーマがね、実はこのポーズには含まれておりまして、その3ピースを使った指体操でございますが、難しいんですよ、これがね。まあ、気持ち的にはもうそらそうですよ。やってるからには、雑草男、ナンバーワンと思ってやってますから、片方が1、ね、片方が3、ね、1と3、これを、雑草タンタンタン雑草っていうね、元気な掛け声とともに、手拍子を2回入れて、入れ替えていくんですが、ちょっとまず1回、せーので、チェンジしますね。せーの、チェンジ。せーの、チェンジ。せーの、チェンジ。1と3をチェンジ。1と3をチェンジ。はい。今日のブロック、最初からこの指系の1号体操、2、3体操とかね、ニコニコ体操、全部2とか3とか続いてますから、この流れでやってますとね、相当順番にやってきてこの雑草体操をやりますと、非常に混乱度が高くなりまして、より効果的だと思われます。はい、もう一回1で、3。次ですね。これを手拍子2回で入れ替えます。せーの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 。よし、いけた。はい。ここに最後、元気いっぱいの雑草。雑草という感じで入れ替えていきます。さあ、行きましょう。右手が1で、左手3。元気な雑草の掛け声とともに、手拍子2回で、右左入れ替えていきます。雑草体操、行ってみよう。せーの、雑草雑草、あーかー、むずい、待って待って。普段こうどんどんやってるから、気合入ったらこうなってしまう。ちょっと待ってや。元へ元へ。1、3。ちょっと力抜こう。いきます。せーの、雑草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 続いてラストだ。チャチャツボ体操を、はい、ノトレ体操大全集8のね、ラスト6戦目はですね、懐かしい、もう皆さんね、あー知ってる知ってる、なんか聞いたことはあるぞ、あの定番のチャチャツボ体操やっていきたいと思います。グーとパーのマルチタスクトレーニングでございます。まずグー、これが茶の湯飲みですね。湯飲みをイメージしたグー、この下にちゃんと、お皿、湯飲み皿ね、茶受けっていうんですかね、これを乗せるバージョンと、上から蓋、これを1、2、蓋、皿、今度反対をグーにして蓋、皿、1、2、3、4ですね。ちょうどグーとパーが交互に繰り返されていきます。脳の活性化にすごくいいですね。はい、蓋から始めて1、2、3、4、蓋、底、ね、蓋、底、はい、この定番の、グーパー、チャツボの動きに合わせるとは、もちろん定番のチャチャツボ、チャツボ、チャツボにゃ蓋がない、そこを取って蓋にしよう、あのわらべ歌でございます。いや、これはもうね、もうシニアの皆様だけでなく、子供から、まあ、僕ら世代みんなね、日本人みんながこう歌える、なんていうかな、心のつながれる歌ではないでしょうか。歌謡曲だとね、その世代によってね、好きなこうジャンルとか時代背景が変わってきますけども、こういうわらべ歌、唱歌はね、日本人ならみんなが知っている、みんなの気持ちが一つになれる、そんなチャチャツボで最後は締めたいと思います。まずは、右手グーで蓋からセットですね、知ったね、確かね。はい、ちょっとゆっくりいきますね。さあ、それではチャチャツボ、ごめんちょっと言えへん、チャチャツボわらべ歌に乗って指体操いってみよう。せーの、チャチャツボチャツボチャツボにゃ蓋がない、そこを取って
して蓋にしよう。できた。はい、あと2回ぐらい、ちょっと気持ちがいいんで、あと2回ぐらいやって、もう1回やって、その後テンポアップして、本日の、ナンバー8の6戦目、大全集終了したいと思います。さあ、チャチャツボ体操行きましょう。はい、まず蓋をして、湯の実に蓋をします。せーの、チャチャツボ、チャツボ、チャツボにゃ蓋がない、蓋を、そこを取って蓋にしよう。ちょっと間違ったけど、もう一回行きましょう。はい、右手で湯の実セット、蓋をして、せーの、チャチャツボ、チャツボ、チャツボにゃ蓋がない、そこを取って蓋にしよう。はい、その調子でもう一丁テンポアップ。せーの、チャチャツボ、チャツボ、チャツボにゃ蓋がない、そこを取って蓋にしよう。できた。はい、そんなわけで、のトレ指体操をどんどんね、進めておりますが、これからもタカちゃん勉強実践発信ね、やっていって、ブラッシュアップしていって、皆様のお役に立てるスマイルアクティビティ、シニアの皆さんと一緒に心も体も頭もそして地域も活性化目指してやっていきたいと思います。それではまた会いましょう。さようなら。夫婦喧嘩の最後は私実家帰る言ってたな。子供産んで必要なんだな。病気して入院して手術して元気に戻ってきてくれた時は嬉しかったけど、君はますます強かったな。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが親子の力を借り一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでのアクセクトの日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてダーン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい。